財務省が11日に示した公立学校教員の給与制度の見直し案について、教育関係の23団体は15日、非現実的だとする緊急声明を出し、安倍文部科学大臣に手渡しました。財務省が示した見直し案は、現在残業代の代わりに月給の 4% を上乗せしている教職調整額について、残業時間を減らすことを条件に段階的に 10% まで引き上げるというものです。安倍文部科学大臣は教育の質が低下するなどとしてこれに反論していました。財政審における提案は現在の学校や教師の実態を踏まえない非現実的なものと言わざるを得ないと考えております。これまでも働き方改革に取り組んできているところ学校や教育委員会の努力だけでさらなる大幅な時間外在校等時間削減を行うのは大変困難であると考えております。教師が充実した教育指導を行えなくなることは明白であり我が国の学校教育の崩壊を招くことにつながると考えております。財政審における提案実現性に乏しくまた子どもたちや学校への支援という視点に欠ける内容だというふうに私も理解させていただいております。学校を支える国としての財政的な支援についてもしっかりと対応させていただきます。文科省は教職調整額について段階的にではなく一気に 13% に増やすことや教職員定数の改善を求めています。